なるほど。じゃあこの熊本さんをこれぐらいがいいな。これ串。なんだろう、なんかすごいさっぱりして爽やか。皆さんこんにちは、ハワイのジーナです。いかがお過ごしでしょうか。さて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 、今日ここはどこにいるかわかるでしょうか。わかるでしょうか。今日はですね、あのワイキキに来てます。ワイキキのシーサイドストリートに来てます。でここがシーサイドの、この後ろがクヒオ通りで、僕の前の方がカラカワなんですけど、クヒオ通りとカラカワ通りの間にあるんですけど、ちょうど僕のこの後ろに見えるのが、前回もやったんですが、あのステーケーションで泊めさせてもらったハイアットセントリックがあるんですけど、その向かい側、こちらあの僕 の, あの大好きな大好きなアロハステーキハウスになります。でこのシーサイド通りなんですけど、あの日本のゼットングループのレストランがすごいあの並んでて、あの後ろのアロハステーキハウスもゼットングループじゃないですか。で向こうのこのクヒオ通りを挟んだ、ここだこっちにジグがあって、で上に、ナチュールハワイがあって、そしてこっち側あそこにはヘブンリーがあって、全部ゼットンゼットンゼットンで、こちらもゼットングループなんですけど、このアロハステーキハウスのこの隣のここに新しいレストランができました。なんとこのシーサイドストリートにあのオイスターバーという、ザ・シーサイド、この道がシーサイド通りなので、その名前にちなんでザ・シーサイドザ・シーサイドというレストランができました。レストランというか、まあ、オイスターバーなんですけど、早速どんな感じなのか行ってみようかと思います。それではレッツゴー。はい、というわけでちょっと近くまで来たんですが、あそこが早速ヘブンリーで、こっちがアロハステーキハウスで、今日僕が行くのはここ、このマリンサーフワイキキっていうこのコンドミニアムがあるんですけど、それの1階に入っております。こんなとこに見られた方がおりますが釣り撮影してる今日はですね、実はスカイ君とサンダルさんがおります。とりあえずお店をポッピングしたいと思います。今日はゼットンツアーでしょうか。ゼットンツアーということで、久しぶり、元気生きてた。なんかもう旅行しまくりな。正解、ハワイみたいに。東南アジア YouTuber になればいいじゃん。そうやな、考えるわ。こちらはですね、あの東南アジアにあのしょっちゅう旅行に行ってる YouTuber でございます。というわけでやってまいりました、シーサイド通りにあるザ・シーサイド。道にはおすすめのメニューがちょこっと写真付きで載ってる看板が立ってて、その裏にはハッピーアワーの情報が載ってました。3時から6時までがハッピーアワーということです。お店には窓がなくてすごい開放的な空間でした。はい、やいです。こんな感じなのか。一応テラス席みたいになってんだね。なんか窓とかなくてオープンエアでいい感じじゃないでしょうか。おしゃれ。店内の奥ではこちらのお店ザ・シーサイドで取り扱っている牡蠣の名前と、あと生産地が分かるようにこうやってチョークボードにあの書かれて、なんていうんだ、展示されてたっていうんですか、なんか見れるようになってました。ちなみに店内からのシーサイド通りの眺めはこんな感じでした。あの入り口はこっちの僕が大好きなアラファステーキハウスの反対側のここからも入れるみたいです。
一旦なんかちょっとうざい方がおりますが。Hi, Dave. Hi. Well, like, you know, we do have four varieties of oysters. We have the fat bass, the sirloin mussel, the kushas, and the kuparis. The kuparis are brand new to us. They're from New Zealand. So we do have happy hour going on right now at 6 o'clock. So oysters are on sale right now. Your dips are on sale. Poke is on sale. We've got a little bit of canola beer as well.メニューはこんな感じでシンプルな紙1枚になっていて、表が食べ物メニューで裏が飲み物メニューになっておりました。というわけでここはオイスターが中心に、そうですね、オイスターバーですね。ここがオイスターでスープもありつつので、これはポケ、あ、ポケとかもあるのか。そうですね、ハワイっぽい感じでポケとかもありつつも、まあでも定番タルチップスとかも面白いね。クラムチャウダーとか。へぇ、Can I have a sparkling wine? You want to the Simone? Or the, we have Simone Square? And we had a Corbel Champagne. Corbel. Can I get ramen coke? What kind of ramen coke?It is... ラムはコロナ、あー、コロナなんだ。そう、僕が一個前にやった動画の、あ、ね、あのライバル。ライバル。いやいや、ラムに行こう。え、なに、ご満足じゃない、何ですか。バガバガはええな。僕の方から聞きまくっております、この子。怖いわ、そういうところも。これビジネスクラスじゃないからね。ここビジネスクラスじゃないんで。こっちがハッピーアワー。ハッピーアワー。こっちが通常ので、2ドル安いって感じですね。そうですね。なるほどなるほど。熊本結構あれやな、どこにでもあれやな、あ、そうなんだ。え、あそこ食べれば全く分かんない。熊本っていうのは熊本さんのじゃなくて、熊本っていう名前のシアトル。シアトルなのに熊本っていう名前なの。そうやね、だから種でしょ、あれ結局。へ、そうなんだ。熊本なんかね、熊本はね、アクリサスレがあるからね。へ、そうなんだ、詳しい。俺知らんわ。ファットバスタード、クッシュ、クッシュ、クッシー、クッシー、そのかわいく言うの、カイパラ、カピパラさんみたいな。あ、でもニュージーランドのやつ絶対美味しいって。そうだね、そうだね、絶対美味しいわ。いやー、来ました。ということで3ピースずつ頼みました。プラスタロチップスのあのガガ盛れのやつしてみました。はい、というわけで乾杯です。乾杯。というわけで注文が終わって食べ物が来るまでの間、カクテルやワインを飲みながら、ああでもないこうでもないと楽しい時間を過ごすことができました。ちなみにボトルで注文する場合は自分でセーラーを開けて取り出していいという、なんともカジュアルなスタイルでした。そして店内奥にはカスタムメイドで作られたザ・シーサイドのタイルが貼られており、家具も全てがおしゃれでめちゃくちゃ素敵な空間でした。これタロチップスのガカ盛り版ですね。はい、まず最初に来たのがタロチップスウィズ若漏れなんですが、こちらアーティチョーク版もあるということなので、次回行ったらぜひとも試してみたいです。こちらのタロチップスはアロハステーキハウスで一つずつ丁寧にスライスして揚げられて作られた自家製チップスだということです。 What's the difference of the, these colors? So the taros are the purple ones. Yeah. These are actually sweet potato. Oh! Oh! Orange one. I see. So it's about half and half.なるほど、そういうことだ。この紫色の方がタロで、このオレンジ色の方はタロじゃなくて、あのスイートポテト、まあ、さつまい、簡単に言えばさつまいも。というわけで本日の主役の牡蠣が登場しました。ちなみにこの右上のやつがファットバスタードっていうワシントンステート、ワシントン州、アメリカ本土からの牡蠣になります。そしてこの右下のが、熊本、あの僕個人的にはちょっと名前がびっくりしたんですが、こちらもアメリカ本土のワシントン州からの熊本っていう牡蠣だそうです。そして左上がクシーっていうバンクーバーブリティッシュコロンビア、これはカナダからの牡蠣になります。クシーって名前かわいいですよね、これクシーみたいな。
そして最後の左下の牡蠣はカイパラハーバーと呼ばれる、ニュージーランドから来たカイパラという牡蠣だそうです。いかがでしょう、4種類の牡蠣がずらりと並んでおります。はい、thank you. My pleasure. ポチラジア。ああ、ポチラジア。西洋わさびですね。これ何でしたっけ？ここが。これ熊本じゃん。ここが熊本なんだ。これ熊本よ。熊本。バファットバスター、熊本、カッパ、カピパラ、クシ。カピパラではない。カイパラ。クシ、カイパラ？で、クシ。クシちっちゃいね。ああ、本当だ。こんなになんか感じが違うんですね。どれが一番のなんかメインっていうかあのポピュラーっていうかスタンダードっていうか熊本が一番、熊本からじゃあ食べたい、どこにでもあるからね、うん、なるほど。じゃあこの熊本さんを食べさせていただきたいと思います、はい、まず僕の食べ方はレモンを絞りましてですねなんか始まったんだけどこれレクチャーが、ね、というわけでスカイ君の牡蠣の食べ方レクチャーをまとなりで聞きながら食べたわけなんですが、レモンをちょこっとかけてこのカクテルソースをちょびっとつけて、あとホースラディッシュって言われる西洋わさびをちょこっとつけて食べてみました。これがまたうまいの、美味しかったです。これ熊本の次どうしようか。これなんかファットバスターだっけ。これはファットバスター。大きいね。ね、大きい。なんか日本の牡蠣っぽい。ああ、そうなんだ。どこなんやろこれは。これもワシントンアステントですね。ファットバスターワシントン。うん。知らん。知らん。待って、今ワシントンって言わなかった。ワシントン鬼だよこの人は。いただきます。わお、肉厚、すごいですね。肉の量は多いというか、うん、肉厚が、あ、ちょっとこれ苦手かもしれない。大きすぎて。あ、逆にね。うん。僕まだ初心者なので。いやだから、うん、日本の人のイメージ結構でかいのよ。これ。あ、そうですか。逆にこのぐらいのサイズを見ると。ちっちゃってなりますね。ちっちゃ。あ、そうなんだ。でもアメリカの人は多分この辺が多分普通みたいな。普通のサイズ。わあ。やっぱりなんか違うのになってる。大丈夫。汗すごいけど。カキ感、何？カキ感出てるよ。あ、カキ感が出てる。なんかあのジューシーな海の幸みたいな、そうそうそう、肉厚で匂いもね、ちょっとカキって感じ、うん、そうだ、まあ、逆に言うとね、だジノさんとかあんまり、うん、その得意じゃない人はもしかしたら結構フレッてくるかもしれない。これはそうですね、ちょっと好きやけど強めでした。強めだった、うん、大丈夫大丈夫となるとじゃあ串とかこの串このサイズ、この本当なんかこれ、ね、これぐらいがいいな。これ串淡い、なんか淡いよね、うん、なんか はかない恋の詩人だね。クシクシです。ああ、うまい、これです。いや、超好き、うん、なるほど、ね、くないこれ、うん、海の幸の感じがしない。感じがしない。ダメか、塩臭くないっていうか。あ、そうね、オッケー。まあ大きいとやっぱりその食感とかもこう弾力が出てざっくりきますね。ね、苦手な人もいるかもしれないけど、うん、ちっちゃいのはやっぱりすごい食べやすかった。ね、食べれるから。でこれ最後何でしたっけ？カイパラ？カイパラ？これはニュージーランド。ニュージーランド。カイパラも結構大きい。細長い。ニュージーランド。カイパラとか。なるほど。ここの今思いました。はい。はい、でこれが最後がですね、あ、これ美味しい、これ美味しい、これ一番美味しい、これ一番好きだ。なんだろう、なんかすごいさっぱりして爽やか、なんか臭みとかが全然ない。カイパラ1位、クシ2位って感じかな。なるほどね。で3位熊本、4位ファットバスタードっていう感じでした。僕の個人的にはあんまりニュージーランドさんとかないのかな。はい、Thank you so much. That was awesome.Thank you. Thank you. You too. 美味しかった。はい、というわけで食べてきました。
美味しい美味しいフレッシュな、オイスターオイスターを、ザ・シーサイドあそこで今食べてきましたということで、まだ全然早いんですけど、はしごさせていただきます。今も Z のグループだったんですけど、次行くところも Z の新しいレストランのかまどというラーメン屋さんに行かせてもらいます。僕ラーメンすごい好きなので、どんなラーメンが提供されるのか楽しみです。それでは楽しみですね。楽しみですね。交渉はシーサイドストリートに来ました。後ろで誰か喋っております。サザンさんは辛いって言ってたんですけど、僕とスカイクはあまり辛くないなって思ったら、タンタン麺来ました。わー、すごいですね。